奥の庭へ導かれた。縁先の土の上にむしろが敷かれていた。それが俺の席であった。俺と向かい合わせにえなこが控えていた。後ろ手に戒しめられて、直に土の上に座っていた。俺の足音を聞きつけて、えなこは首を上げた。そして戒しめを解けば飛びかかる犬のように、俺を睨んで目を離さなかった。ゃくな奴め。 俺は思った。耳を切り落とされた俺が女を憎むならわけはわかるが、女が俺を憎むとはわけがわからないな。こう考えて俺はふと気がついたが、耳の痛みが取れてからはこの女を思い出したこともなかった。考えてみると不思議だな。俺のような感触持ちが俺の耳を切り落とした女を呪わないとは奇妙なことだ。俺は、 確かに耳を切り落とされたことは考えても、切り落としたのがこの女だと考えたことは滅多にない。あべこべに女のやつめが俺を仇のように憎みきっているというのが、腑に落ちないぞ。俺の呪いの一年は、あげて魔人を刻むことに込められているから、小尺な女一匹を考える暇がなかったのだろう。俺は十五の年に仲間の一人に屋根から突き落とされて、 手と足の骨を折ったことがある。この仲間は、些細なことで俺に恨みを持っていたのだ。俺は、骨を折ったので、三ヶ月ほど大工の仕事はできなかったが、親方は、俺がたった一日といえども仕事を休むことを許さなかった。俺は、片手と片足で、乱魔の掘り物を刻まなければならなかった。骨折の怪我というものは、夜も眠ることができないほど痛むものだ。 俺は泣き泣きのみを振るっていたが、泣き泣き眠ることができない長夜の苦しみよりも、泣き泣き仕事をする日中のしのぎよいことが分かってきた。折からの満月を幸いに夜中に起きてのみを振るい、痛さに耐えかねてもだえ泣いたこともあったし、手を滑らせても,ももにのみを突き立ててしまったこともあったが、苦しみに超えたものは仕事だけだということをあの時ほどまざまざと思い知らされたことはない。 片手片足で掘った欄間だが、両手両足が使えるようになってから眺め直して、特に手を入れる必要もなかった。その時のことが身に染みているから、片耳を切り落とされた痛みぐらいは仕事の励みになっただけだ。今に思い知らせてやるぞと考えた。そして、嫌がう上にも恐ろしい魔人の姿を思い巡らしてゾクゾクしたが、思い知らせてやるのがこの女だとは考えたことがなかったようだ。 俺が女を呪わないのは訳がわかる節もあるような気がするが、女が俺を仇のように憎むのは訳がわからない。ひょっとすると、長者があんなことを言ったから、俺が女を欲しがっていると思って呪っているのかもしれないな。こう考えると訳がわかってきたように思われた。そこでムラムラと怒りがこみ上げた。バカな女め、貴様欲しさに仕事をする俺と思うか 連れて帰れと言われても、肩に落ちた毛虫のように手で払って捨てていくだけのことだ。こう考えたから、俺の心は落ち着いた。耳を連れて参りました。穴ロが室内に向かって大声で叫んだ。すると、すだれの向こうに気配があって、着席した長者が言った。穴ロはあるかこれにおります。 耳尾に、サタを申し伝えよ。かしこまりました。穴ロは、俺を睨みつけて、次のように申し渡した。当家の女奴隷が、耳尾の片耳を削ぎ落としたと聞こえては、ひだの匠一同にも、ひだの黒人一同にも、申し訳が立たない。よって、恵那こを死罪に処するが、耳尾が、あだを受けた当人だから、耳尾の斧で首を打たせる。 耳を打て、撃て俺はこれを聞いて、えなこが俺を仇のように睨むのは道理と思った。この疑いが晴れてしまえば、あとは気にかかるものもない。俺は言ってやった。ご親切は痛みいるが、それには及びますまい。撃てぬか俺は、すっくと立ってみせた。斧を取ってずかずかと進み、えなこの直前で人睨み。 つみを聞かせて睨みつけてやった。えなこの後ろへ回ると、斧を当てて縄をぶつぶつ切った。そして元の座へさっさと戻ってきた。俺はわざと何も言わなかった。アナマロが笑って言った。えなこの死に首よりも生き首が欲しいかこれを聞くと俺の顔に血が昇った。たわけたことを。 虫けら同然の肩織女にひだの耳をはてんで鼻も引っ掛けやしねえや。東国の森に住む虫けらに耳を噛まれただけだと思えば腹も立たない通りじゃないか。虫けらの死に首も生き首も欲しかねえや。こうわめいてやったが、顔が真っ赤に染まり汗が一時に溢れ出たのは、俺の心を裏切るものであった。顔が赤く染まって汗が溢れ出たのは、 この女の生き首が欲しい下心のせいではなかった。俺を憎むわけがあるとは思われぬのに、女が俺を仇のように睨んでいるから、さては俺が女を我が物にしたい下心でもあると見て呪っているのだなと考えた。そして、馬鹿な奴め、貴様を連れて帰れと言われても、肩に落ちた毛虫のように払い落として帰るだけだと考えていた。 ありもせぬ下心を疑られては迷惑だと、かねて鼻だ気にかけていたことを思いもよらず穴丸の口から聞いたから、俺は今日疲れてうろたえてしまったのだ。一度うろたえてしまうと、それを恥じたり気に病んだりして、俺の顔はますます熱く燃え、汗は滝のごとくに湧き流れるのは、いつもの例であった。困ったことだ。残念なことだ。こんなに汗をびっしょりかいて慌ててしまえば、 まるで、俺の下心が確かにそうだと白状しているように思われてしまうばかりだ。こう考えて、俺は、ますますうろたえた。額から、汗の玉がポタポタと滴り落ちて、いつやむ景色もなくなってしまった。俺は、観念して目を閉じた。俺にとって、この赤面と汗は、まともに抵抗しがたい大敵であった。観念の目を閉じて、 勤めて無心にふける以外に甘だれの汗を食い止める手段がなかった。その時、姫の声が聞こえた。すだれをあげてそう命じた。多分次女もいるのだろうが、俺は目を開けて確かめるのを控えた。一時も早く甘だれの汗を食い止めるには、見たいものも見てはならぬ。俺はもう一度じっくりと姫の顔が見たかったのだ。 耳をよ、目を開けて、そして私の問いに答えて、と姫が命じた。俺はしぶしぶ目を開けた。すだれは巻かれて姫は縁に立っていた。お前、えなこに耳を切り落とされても虫けらに噛まれたようだって本当にそう無邪気な明るい笑顔だと俺は思った。俺は大きくうなずいて。 本当にそうです。と答えた。後で嘘だとおっしゃってはダメよ。そんなことはいいやしません。虫けらだと思っているから死に首も生き首もまっぴらでさ。姫はにっこりうなずいた。姫はえなこに向かっていった。えなこよ。耳用の片耳も噛んでをやり、虫けらに噛まれても腹が立たないそうですから。 存分に噛んであげるといいわ。虫けらの歯を貸してあげます。亡くなったお母様の形見の品の一つだけど、耳尾の耳を噛んだ後では、お前にあげます。姫は会見を取って次女に渡した。次女はそれを捧げてえなこの前に差し出した。俺はえなこがよもやそれを受け取るとは考えていなかった。 斧で首を切る代わりに、いばしめの縄を切り払ってやった俺の耳を切る刀だ。しかし、えなこは受け取った。なるほど。姫の与えた刀なら受け取らぬわけには行くまいが、よもや、その鞘は払うまいと、また俺は考えた。可憐な姫は、無邪気にいたずらを楽しんでいる。その明るい笑顔を見るがよい。虫も殺さぬ笑顔とは、このことだ。 いたずらを楽しむ興奮もなければ、何かを企む限りもない。同女そのものの笑顔であった。俺は、こう思った。問題は、えなこが巧みな言葉で手に受けた会見を姫に返すことができるかどうか、ということだ。マッパと会見をせしめることができるほど、巧みな言葉を思いつけば、なおのこと面白い。それに応じて、俺がうまいこと契約の一つも合わせることができれば、 この上もなしであろう。姫は満足してすだれをおろすに相違ない。俺がこう考えたのは、後で思えば不思議なことだ。なぜなら、姫は、えなこに会見を与えて、俺の耳を切れと命じているのだし、俺が片耳を失ったのも、その大元はといえば姫からではないか。そして、俺が恐ろしい魔人の像を刻んでやるぞと心を決めたのも姫のため。 その像を見て驚く人も、まず姫でなければならぬはずだ。その姫が、えなこに会見を与えて、俺の耳を切り落とせと命じているのに、俺がそれを幸福な遊びのひとときだと、ふと考えていたのは、思えば、不思議なことであった。姫のさえざえとした笑顔、澄んだつぶらな目のせいであろうか。俺は、夢を見たように不思議でならぬ。 俺は、えなこが刀の鞘を払うまいと思ったから、その思いを目に込めて、うっとりと姫の笑顔に見とれた。思えば、これが何よりの深く、心の隙であったろう。俺が、すさまじい気迫に気がついて目を転じたとき、すでに、えなこはずかずかと俺の目の前に進んでいた。しまったと、俺は思った。えなこは、俺の鼻先で会見の鞘を払い、俺の、 耳の先をつまんだ。俺は他のすべてを忘れて姫を見た。姫の言葉があるはずだ。えなこに与える姫の言葉が。あの、さいざいとすんだ道場の笑顔から当然ほとばしる鶴の一声が。俺は呆然と姫の顔を見つめた。冴えた無邪気な笑顔を。つぶらな澄み切った目を。そして、俺は放心した。 このようにしているうちに順を覆うて俺の耳が切り落とされるのを俺はみんな知っていたが、俺の目は姫の顔を見つめたままどうすることもできなかったし、俺の心は目にこもる方針が全部であった。俺は耳をそぎ落とされた後も、姫をぼんやり仰ぎ見ていた。俺の耳がそがれた時、俺は姫のつぶらな目が生き生きと丸く大きく冴えるのを見た。 姫の方にやや赤みが差した。軽い満足が現れてすぐさま消えた。すると笑いも消えていた。ひどく真剣な顔だった。考え深そうな顔でもあった。なんだ、これで全部か、と姫は怒っているように見えた。すると振り向いて姫は物も言わず立ち去ってしまった。姫が立ち去ろうとするとき、 俺の目に一粒ずつの大粒の涙が溜まっているのに気がついた。